福島県立大野病院は、福島県双葉郡大熊町にある医療機関である。福島県立病院事業の設置等に関する条例により設置された県立の病院である。病院の理念は、地域の皆様に親しまれ、信頼される病院づくりを目指し、患者さんの立場に立った最良の医療を提供しますである。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う帰還困難区域により閉鎖している。2010年7月5日、福島県と福島県厚生農業協同組合連合会は本病院と双葉厚生病院を統合することで合意しており、2011年4月に JA 福島厚生連が本病院の運営を継承する予定であったが、福島第一原子力発電所事故により延期されている。2016年2月1日、双葉郡楢葉町に福島県立大野病院附属双葉復興診療所を開所した。2020年3月5日、大野病院敷地を含む大熊町の一部地域の避難指示が解除され、敷地内への立ち入りが可能となった。広報資料、プレスリリースなど一次資料。ありがとうございます。